はい、営業がいない不動産屋が土地や建物を買い取り再販する方法について解説をさせていただきます不動産業っていうのは、まあ、不動産の取引数も、えー、去年もアップしてますし今年もアップしてますし不動産の価格っていうのも上昇を続けています非常に好調な業界のうちの一つですで、えー、場所によっては、えー、物件がこう不足していたり、まあ、新築の建て売りが不足しているとか っいただですね大体、えー、いい不動産屋さんっていうのは、まあ、大手の不動産の会社に勤めていて、まあ、情報とかお客さんをちょっと持ち出して独立するっていうパターンがほとんど、まあ、結構多いので、えー、そういった、まあ、自社のその開業した土地の近くの物件については割と買い手が早めについてい、えー、ったというふうな状況。ただ それ以外の地域については買い手がなかなかついていなかったりあるいは自社の売れ筋の地元の案件はもうほとんどなくなってしまったというふうな不動産屋さんも結構多いというふうに伺っています。で融資のかんまあ情報は来るんだけれども融資の関係でちょうどいいサイズの物件がなかったりとかあるいはまあ独立したものの大手の不動産の会社の勤めている え人とつながりを持っていて、えー、情報をもらったり紹介してもらってるってことも結構あったと思うんですけども意外と最近はその大手の不動産の会社のまあ締め付けも結構厳しくなってですね、まあ、情報をなかなかもらえないといったようなこともあるというふうに伺っています。お客ささんんんは近くくであればたいいるんだけれども案件の情報がない逆にまあ他県の情報は持っているんだけれどもなかなかその他県の不動産の業者とつながりがなかったりとか。 あるいは顧客がこの辺にはいないので買い手がつかないといったような状況があるかと思います。で、さらに営業がいない不動産屋さん、不動産業者っていうのも結構多くいらっしゃいますので、新しく取引先を見つけたい、あるいはお客さんを見つけたいと思ってもなかなか見つけられないといったような現状があるかと思います。で、私たちはそういった営業がいない不動産会社の 取引先開拓の代行をやっていますどういった形でやっているか自社の近くにある会社他県の不動産業とつながりを持って自社の地域の物件を売買するといったような形ですね例えばこの埼玉県の不動産業の会社の方とつながることができれば この会社が持っている、例えば自社が千葉県とします。その千葉県の物件の情報を得ることができて、顧客に販売することができると。やはり地盤が千,千葉であれば地元のお客様が多いので、そういった他県の不動産業とつながりを持っていくっていう方法ですね。それから地元の同業にアプローチですね。近くの不動産屋さんとつながることで、これは売り買いともに買い取り再販するっていうことをより ししやすすくくていくといとううふうな方法ですねこの1番にしろ2番にしろ、まあ、案件の情報を得やすい例えば1番ですね他県の不動産業とつながることができればこの自社のある地域の物件の紹介を得やすくなったりとかしますあるいは、まあ、自社で売り切らない例えば近くの不動産業とつながることで自社で売り切れないような物件を紹介していくっていうことも でききるようになってきます地元の同業にアプローチしてつながりを持つということも大切になってきます。この1番にしろ2番にしろこういった同業建物土地売買業とか不動産代理業仲介業あるいは不動産業不動産管理業あるいは賃貸物件ですね、えっと、不動産の賃貸業をされている方にアプローチをしていくということでつながりを持っていくというふうなことができるようになります。同業に提案して物件を売り買いすすとという,ふうなことですね で提案していくことで中にはまあすぐ売りたい人もいますしあるいはこの他社のサポートを必要としているような同業の会社の方もいますし、まあ、先ほど言ったように他県のの物件の情報を持っているっていう方もいたりします自社の近くの物件はあまり紹介したくなかったりするんですけれども他県の情報というのは意外ともらえたりとかしますのでこういった一番の方法というのも有効になってきます。私たたちは先ほど言いいいましたように不動産業業のの営業がいない会社の 取引先開拓の代行をやっています。営業がいない不動産屋さんが、土地や建物を買い取り、再販したいと思った時にサポートさせていただいています。株式会社セールスマーケティングファームといって、創業六年目で千葉県の船橋市にあります。私たちはファックスを使って、そういった取引先の開拓の代行をやっています。一社二十円と非常に安価にできるということが、ファックスを使っている理由です。 この提案する先の企業のリストは我々が作成代行します。それからどういったファックスを送ればより反応が取りやすいかということも我々が考えてファックスの紙面の作成も代行します。それからこの作ったリストに対しての配信も代行させていただきます。まあ、全部代行させていただきますので手間がかかるということはありません。あるいは取引先を獲得したり案件ができたりまあ物件が売れたといったような場合にも手数料というのはいただいていません。 営業がいない不動産屋さんで、まあ土地や建物を買い取り再販したいと思った場合で、営業がいないので、なかなかできませんよということで、困っていらっしゃる方はぜひ我々の方にお問い合わせいただければというふうに思います。ありがとうございました。